はい、皆さん、こんばんは、シュウです。今回の問題なんですけど、2021年度の武蔵野中学校の問題となっております。この問題なんですけど、まあ、正六角形があって、で2対3で長さは同じの時ですね。この時にここの三角形の面積を求めてくださいという問題となってます。もしも誘導がなくてここを求めろって言われたら、難問もしくは、まあ、難関校に行くような問題ですので、まあ、最高難易度にはいかないんですけど、結構難しいところになってくると思います。それではやっていきたいなと思います。はじめここの三角形がもう面積が一瞬で求まります。これ結構難しいんですが、はい、こういった図形を作ります。まあ、120度、120度、120度の図形を作った時に、この図形って四角形って最初は3分の1なんですよね。なので全体が最初3分の1とした時に3分の1ということが分かる。でその後にここの三角形ってどうなるかって半分なので、かける、はい、2分の1なので、はい、6分の1の大きさになります。だから6分の1の大きさということが分かった。なので、まあ、ここの三角形は最初10なので、10平方センチメートルかけ平方センチメートルかける6分の1ということが分かります。でその次なんですけど、こことここが長さの同じの時は中心に絶対通ります。まあ真ん中の時は分かりますよ、絶対中心通りますよね。でずらして長さ同じで絶対中心に通ります。そうするとここに補助線を引いていきます。いいでしょうか。そうするともう一個ここに補助線を引いた時に、この台形のやつを見たら、台形のやつ見たらここ120度120度、計算するとここって60度になります。なのでここが60度、はい、60度なので、その次にこの二等辺三角形を見た時に120度、30度、30度です。なのでここの角度30度、また逆側も 60-30 なので、ここも30度になります。でここの一辺、ここの一辺、これ正三角形なので、こことここの長さが一緒になります。でここが共通ってことは、この三角形とこの三角形は合同であるということが分かります。なので3なので、ここの長さも3になります。いいでしょうか。また、CD の長さ、まあ、ここの長さは、まあ、3なので、3という長さにすれば、ここも長さは3です。でここの長さ、まあこれって三角形が相似になってるので、長さが2とすれば、ここの長さは1です。そうするとこれも3で、ここ2っていうことが分かるので、ここの長さが1だということが分かる。ここを3にした時ってことは、ここの三角形とここの三角形は、相似の関係、まあ、平行平行ということから錯覚、まあ、ここも錯覚で対直角、この三角形は相似になるので、ここの長さが3対1の長さになります。ただ 2+3 はここ5の長さに対して、3対1、まあ、3足す1は4なので、4の長さです。だけど一緒の長さなので、最小公倍数、5と4の最小公倍数は20です。なのでこっちは4倍する、でこっちは5倍すると長さの比が揃います。なので計算すると、はい、8対12対15対5ということが分かります。そしたら今から面積を求めていきます。この三角形とこの三角形が2対3ということが分かっているので、2対3の関係になります。もう2対3になります。ってことは、ここの三角形を求めようとしたら、3足す2なので5、全体の5分の3ってことは、かける
かける、はい、5分の3だということが分かる。だからこれを計算すると1平方センチメートルだということが分かる。でこの三角形とこの三角形は合同なので、これも、はい、1平方センチメートルだと分かる。で最後にここをくり抜きます。そうするとこの三角形とこの三角形はこう平行にしたときに高さ共通なので、ここの三角形を12と引いたしたら、この三角形は比は27になります。なので12対27は、はい、今回12のやつが1平方センチメートルなので1平方センチメートル対 x にします。そしたら 12x は 27x はっていうと、3で割って3で割って4分の9ってことは、はい、2と4分の1平方センチメートルが正解となります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題なんですけど、結構難しいです。なぜかというと、こういった知識っていうところとか、正六角形、正三角形のことを覚えとかないといけないですし、結構日がごちゃごちゃになるので、最初は整理するのはすごく大変だと思います。なので、難関校としてはすごくいい問題だと思いますので、皆さんも一度解いてみてもらいたいなと思っております。今回の問題がとても良かったと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またいろいろと面白い問題出していきますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは次の動画で。それではまた。じゃあね。バイバイ。